一番違うのは車線ですね。で、面白いのはね、例えば、原発問題でいうと、朝日新聞と毎日新聞と東京新聞は反原発なんですね。で、読売新聞と産経新聞は推進、原発推進なんですね。で、だから、朝日新聞や毎日新聞は原発推進のどこが問題かと。Thank you.
休憩しませんか？